2週間にわたりフランス・パリで開催されるテニス4大大会の全仏オープンも折り返し地点を過ぎた大会10日目。女子ダブルス4回戦で、加藤ミー、ナディア・キチェノク、ウクライナ、グミが第2シードのニコル・メリチャー、エレン・ペレス、アメリカ、オーストラリア、グミに6対3、6-2で解消。ベスト8へと歩みを進めている。今日はあんまり悪いところがなかったかな。 淡々と紡ぐ言葉に自信が滲む。昨年は混合ダブルスで頂点に立った相性の良い地で小柄な加藤の体が大きく舞った。昨年のトーレパンパシフィックオープンでも組んだキチノクとのコンビネーションは試合を重ねるごとに向上。初めて組んだ頃は彼女がどこに打つかわからなかったと多少の困惑を覗かせたが今では言葉を交わしながら 意思やプランを重ねて合わせている。それらパートナーとの連携以上に、今の加藤が手応えを覚えるのは、自分のプレーそのものだろう。特に一番調子の良さを感じているのが、リターン。その好調に寄与したのは、混合ダブルスの経験だ。1回戦では、203センチの男子選手アルバーのオリベッティ、フランス。 が打ち下ろす時速220キロのサービスにも真っ向を立ち向かっていった。その反復に感覚が研ぎ澄まされ、目も高速ボールになれたのだろう。今や誰のサービスでも、ボールがよく見えているので、しっかりラケットの面で捉えられている、と言った。その加藤、キチェノク組が、準々決勝で対戦するのは、ココガウフ、アメリカ、とカテリナシニアコは、チェコ、の二人。 ガウフは今大会、シングルスでもベスト4に進出中。シングルスの最高位は3位で、ダブルスではすでに1位に上り詰めているオールラウンダーだ。そのガウフの新相棒のシニアコアは、すでにグランドスラムで7度の優勝を誇るダブルスの第一人者。クレイコートにも、ジュニア時代から慣れ親しんできた。ガウフとシニアコアは、加藤にとっても、 それぞれ思い入れのある選手だ。ガウフとは昨年、前後オープンとドバイで立て続けに対戦し、いずれも競りながらも敗れる。その時に感じたのが、ガウフの読みの良さと、高く跳ねるサービスの威力だった。このままでは、何度対戦しても勝てないそう感じた彼女は、予定していた遠征を急遽切り上げて帰国。兵庫県の拠点で、ガウフ対策を磨いた。 その成果は、直後の BNP パリバオープン、アメリカインディアンウェルズで実る。ガウフのサービスを幾度も破り、完全アウェイの高揚感の中で大きな勝利をもぎ取った。一方でシニアコアは、加藤が最も、すごい、と感じている選手の一人。絶対に、カバーしている方とは反対に打ってくる、という怖さは、 熱湯を挟み退治した者しか監督しえない皮膚感覚だろう。シニアコアと戦う緊張感を、加藤は背中に刺される感じ、と言い表した。ではシニアコアのその感性に、いかに対抗していくのか反射神経では私の方が上だと思うので、そこで勝負したいなと思います。早いボレーのテンポでやれば、ちょっと隙が見えるんじゃないかな、来たる対戦。 現地5日の第2試合、日本時間5日18時以降、お控え、加藤は創作を口にした。シニアコアのテリトリーを、天性の嗅覚と身体能力で打ち破ったとき、目指す、優勝、にも大きく近づく。